田代千佳代のカンドラちょこっとナビ。魔女食堂にいらっしゃいは、キョボ文庫ストーリー公募展の大賞受賞作のドラマ化で、魔女が営む食堂で働く者と訪れる客のエピソードが綴られていくヒューマンファンタジードラマです。人の願いを叶えてあげる料理を提供する魔女がオーナーを務める魔女食堂。その魔女の目に留まったのは、恋人に振られ仕事はクビになり、母親は詐欺に遭いと散々な目に遭った女性ジンで、魔女からスカウトをされてこの魔女食堂で働くことになります。食堂には思い詰めた客たちが次々とやってきますが、自分の欲望だったりひどい仕打ちへの仕返しだったりという望みを叶えてもらう代わりに、自分のとても大事なもので支払いをしなくてはならないというのが魔女との取引。この取引内容が毎回残酷なのがこのドラマの魅力でもあります。私は特に3話の振られた恋人に戻ってきてほしいミュージカル女優のエピソードに、ミュージカルの稽古場や舞台が出てくるのでテンションが上がりました。魔女を演じるソンジヒョがミステリアスな雰囲気といい、低い声といい、役にぴったり。참예쁘네。そして食堂のバイト役でウェブドラマ界のパクボゴムとして大注目のチェジョンヒョプが出演し、癒しの笑顔がドラマのオアシスにもなっています。サクサク見ることができながらエッセンスが詰まっていて、紐解かれていく真相にも驚いてください。見逃さないでね。魔女食堂にいらっしゃい、どうぞお楽しみに。